職工の家族や親戚たちだ。まあ村中だな。ただし当局には秘密だ。何しろ納品前の爆撃機だからな。どうかね。壮大です。古代ローマの建築物のようです。まあ当局のハッタリ好きにつけ込んだんだ。こんなものは戦争には使えんよ。私たちの国は貧乏です。技術も未熟で、とてもこれだけのものは作れません。設計で大切なのはセンスだ。センスは時代を先駆ける。技術はその後についてくるんだ。家内だ。あ、貧乏なら我が国も同じだ。子沢山だしな。おーい、あんまり騒ぐとそこが抜けるぞ。来たまえ。頭に気をつけたまえ。いくら夢の中でも首が飛ぶぞ。君はピラミッドのある世界とピラミッドのない世界とどちらが好きかね。ピラミッドですか。空を飛びたいという人類の夢は呪われた夢でもある。飛行機は殺戮と破壊の道具になる宿命を背負っているのだ。はい。それでも私はピラミッドのある世界を選んだ。君はどちらを選ぶね。僕は美しい飛行機を作りたいと思っています。あれかね。感じだ。いいえ、まだまだです。エンジンもコックピットすら形になっていません。ブラーボー。美しい夢だ。私はこの飛行を最後に引退する。創造的人生の持ち時間は10年だ。芸術家も設計家も同じだ。君の10年を力を尽くして生きなさい。